やすいです。はい、国内版でこんなに100円です。まさかのリンゴスターまでゲットしました。すごいな。はあ、とりあえず知ってるやつ買いましょう。はい、いやどうも、医者情報です。やばいっすね、これ5枚税込み500円です。5枚なんと税込み500円で、ちょっとゲットしました。これ、ちょっと HR レコーズ始まって以来の取れ高ですね、この500円は。はい、ということで、このワンコインでね、まさかの名作5枚が入ってあって、後で紹介したいと思います。はい、はい、ということでですね、早速、紹介したいと思います。はい、こちらですね。はい、ダンと、まずこれゲットした5枚になります。はい、ということで1枚ずつで紹介すると、まずウィングスグレイテスト、こちらですね、日本版です。はい、EPS 版の日本版、投資は EMI、 これはね、ウィングスのベストアルバムということで、はい、こちらをまず購入しました。で、次、リンゴスター主役リンゴスター共演ジョン・レノン、ポール・マッカーズ、ジョージ・ハリソン、その他により豪華絢爛ロック絵巻。はい、ということで、まあサージ・ペッパーズみたいなね、いろいろこう集合していて、ジョン・レノンとかね、小野洋子とかいるんですよね。ポール・マッカートニー、リンダ、ジョージ・ハリソンっていう感じで、はい、このリンゴの、ソロアルバム、リンゴスター作っ、クラス・ブーマン作リドグラフ別冊付きっていうのもあったりして、はい、これね、リンゴスターのリンゴです。はい、そしてね、ジャクソン・ブラウン、ランニング・オン・エンプティ、こちらもですね、購入しちゃいました。はい、で、次、エリック・クラプトン、Was Here、 これコンサートアルバム、これね、結構印象的なジャケットで見たことあったんですけど、購入には至りませんでした。はい、今までね。はい、ということで、で、次、ジェフ・ベック・ワイヤーということで、これもね、ジェフ・ベックの代表的なアルバム、ジョージ・マーティンがプロデューサーを務めた、はい、ジェフ・エメリックがエンジニアということで、この5枚、いや、なんとすごくないですかということで、これね、なんとですね、このウィングスが、まあ、もともと580円、480円引きの100円、リンゴも580円の、480円引きの100円と、で、ワイヤー、これが、ジェフ・ベックですね、これが780円の680円引き、で、エリック・クラプトン・ライブ、480円の380円引き、で、孤独なランナー、ジャクソン・ブラウン、680円の580円引きということで、で、なんとなんですけど、税込み500円なんですよ。消費税46円入れて。でも、もともといくらかというと、ですね、1500の1000、2900円なんですよ。2900円の500円なんで、なんと2400円引き。いや、これ500、これ100円で手に入れるってすごいなと。いや、これは、まあ、普段あんまり、レコードかなり厳選して買う派なんですけど、これはもう早速手出ちゃいましたね。はい、ということで早速ね、ちょっと開けて見てみましょうか。やっぱね、安心の国内版、これ100円だったらもう買っちゃいますよ、エピック。うわ、あ、なるほどね、ちょっと訳あり品なんですよね。あー、若干この見たらわかりますかね、ちょっとこう汚い感じ、
まあ、これ吹けば治るかもしれない、治らないかもしれない、はい、ちょっとね、汚れがあります。でね、やっぱりね、この帯がついてるかついてないかで結構値段って変わっちゃうんですよね、レコードって。はい、でもね、このね、やっぱりね、日本版のいいところってこれなんですよ、解説ブックレット、うん、ライナーノーツ、日本語のライナーノーツやっぱりね、あるのがいいっすよね。よし、これ次、エリック・クラプトンコンサート、これも見ていきましょうか。はい、エリック・クラプトン・イン・コンサート、あー、これね、このちょっとシミがあるライナーノーツ、確かにちょっとこれになると値段が下がっちゃうんですね。あ、これも確かに、あー、ちょっとこう、まあ、カビのちょっとポツポツ、点が生えかけって感じですかね。これちょっと自分でクリーニングしないといけないやつです。まあ、若干、これジェフベックのほどひどくないんですけど、一回となります。これもね、いやもうこれもう聞いちゃおうと思って。はい、この機に。次、ジャクソン・ブラウン。これね、ちょうど興味あったんですよ。ランニング・オン・エンプティ。これ全くちょっとジャンル違うんですけど、尾崎豊っていうアーティストいる、80年代にね、有名だった日本のアーティストで、今もすごい人気なんですけども、その尾崎豊が、この、ジャクソン・ブラウンのランニング・オン・エンプティという、このアルバムをジャケ買いして、これ、ライブアルバムみたいなんです。で、これ、ジャケ買いして、ジャクソン・ブラウンにドハマりしたという、はい。特にね、ファーストアルバムとかは、ジャクソン・ブラウンの影響ってかなりでかいって言われてるんですよね。あー、すごい綺麗です。日本版特有のこの版のキラキラした美しさ、日本版特有ってわけじゃないですけど、なんかすごいキラキラしてるんですよね。ピカピカの、ピカピカです。これもね、ちょうどタイムリーで来たかったって。これね、リンゴ、これは今までちょっとこれもあんまりちょっと入手しようと思ってなかったアルバム なんですけど、これは帯付きですね。あー、はい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 、はい、ブックレットついてます。豪華ブックレット、おー、これもありがたいですね。このね、リンゴのアルバムの中で解散したビートルズが共演してるっていうね、まあ、非常に面白いんですけど、うん、ブックレットね、英語版日本語版ついてて、ダブルアルバムかなって思ったんですよ、一瞬。ダブルアルバムかなと思ったんですけど。はい。おー、いいねー。このブラックの感じ。うわ。ダブルアルバムかなと思ったんですけど、ただ単に重たいだけで、ブックレットがすごかっただけです。あー、まあ、盤の状態は、軽いちょっと、すす汚れ。すす汚れっていうか、まあ、カビ汚れみたいなのが、ちょっと、ちょびっとあるぐらいで、軽い擦り傷程度。はい、これも、いや、いい状態は、まあ、それならいいと。はい。で、これ、ウィングス・グレイテスト。これもね、いいんですよ。アナザー・デイとか、まあ、シングルしかね、入ってないアルバムも結構あったりして、はい、ライブ&レッド・ダイとかね、これ、007の主題歌だったんですけど、これとか、あと、ハイハイハイとかね、あと、マイ・ラブ・ジェット、あと、ミュール・オブ・ケンタイヤ。これもね、いいっすよね。有名なシングル。はい、バンド・オン・ザ・ラン。ウィザ・リトル・ラック。いろいろ入ってます。これもね、よいしょ、おー。はい、いや、状態も良さそうだ。あ、状態もいい。これね、再生してないんじゃないかっていうぐらい綺麗っすよね。うわ、ピカピカですもん。デッドストックだな、これ。これを、はい、100円で手に入れたっていう。これね、多分ね、もう、後にも先にも、多分、ないぐらいの収穫ですね。収穫というか、本当に。ブックオフとか、ああいうところでもないような、もうこれは最高のレコード。しかも、やっぱ日本版のいいところはライナーノーツがちゃんとついているっていうところ、歌詞カードがちゃんとついているっていうところ、日本語でね。はい。日本語の歌詞カード。やっぱ
ぱりいいですね。わかりやすいもん。はい、ということで、いや大満足のレコードデビュー。これ多分はい、今までやっぱそのやっぱ手を出してこなかったレコードっていうのをこういうあのセールで、まあ、手に入れる、あの安く気軽に手に入れることによって、まあ、それに触れることができたということで、いやこれまでのレコードディグの中で一番の本当に多分これ、まあこれ多分最初で最後ぐらいの収穫なんじゃないかなと思います、はい、そしてねこの CD を入れていたこの中にこの隙間をね埋めることができます。これがまた最高なんですよ。はい、ということでまたね、聞いた感想とかはちょっとまたあの後日もしかしたらレビューするかもしれません。はい、ということでまたこれも聞いてみたいと思います。確かに聞いてみたいと思います。はい、ということでまたいろいろ紹介したいと思います。それではもしよろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。本日もありがとうございました。